え、なんかする必要があるのか。カスタネットか。あ、え、なんかアイテムみたいなの広げない。なんかそこにヒントとかないかな。わあ、鳥がいた。おお、鳥つってるよ。はあ。左側しか見てなかった。うん、やばい。いやー、いいねこれ。やばい。いいっすね。これ好き。これも好き。ロードいい、これ。これいい。これいいね。これめっちゃ好き。これいいね。持ち物見てみよう、持ち物。カスタネット。あ、無理だ。使う。あ、無理だ。カチカチ鳴らす。あの飛行機は結局喋れないのかな。あ、なんだ。ええ、あれ、何、あの、ぐるぐるしてるとこすみません。ちょっといいですか。あー、フラグ立てなきゃ、これ。こういうことね。何、ね、フラグ立ててから喋ってないよ。なんでありますか。私たち、公園から出たいんですけど。現在、郊外で危険なクマが暴れており、公園の治安維持のため、出入り口を閉鎖中であります。我が城でクマ対策本部を設置して対応中であります。そのクマ対策本部とやらは何をしているんだ。城の周りをぐるぐる回っているだけか。しっけえな。我々は安全かつ完璧な作戦を持ってクマを適切な場所まで送り届ける予定であります。我々の城の補敵部隊、補敵隊がマーチを吹いて行進するのであります。マーチ、ここでカスタネットか。あ、なるほど。我々のマーチを聞けばクマもついてくるはずであります。なんせ自慢の古敵部隊ですので。しかし今は演奏ができないのであります。楽器の一人が迷子になってしまったのであります。あら、こいつだな。迷子？楽器が足りなくてマーチが演奏できないの？さようであります。ぐるぐるして迷子を探しているのであります。見つかるわけねえだろ。マジで意味ない。楽器ってこのカスタネット？めっちゃ暴れとる。おお、お主どこに行っておったのだ。同胞を見つけてくださりありがとうなのであります。いえいえ、これでマーチが演奏できそう。おお、ブル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 。これで演奏なんてできると思ってんのかい。ここいて余計に音が出ちまうよ。あらら、じゃあ温めようか、服の中で。同じことやってる。同じ考え。あー、なるほど。あー、なるほどね、なるほど。え、どっちがいい。ここは変態思考で言ったらルカちゃんなんだけど、あの、私が温められたいのは白。あ、いや、僕も温められたのはルカだな、じゃあ。仕方ねえな。じゃあポケットに入る。ポケットか。どこに入れるつもり。カスタネットをポケットに入れて温めてあげた。あったかい、ありがとうね。おかわりになったな。どういたしまして。おー、いいね、いいね。ほかほかになった。ほかほかになった。これなら演奏が始められるわ。ありがとうね。お願いします。私たち公園から出たいの。あら、やだよ、あんた人間じゃない。こんなところにいたら危ないよ。急になんかおばちゃんになっちゃったね。ね、なんか急に。あ、え、 BGM なんで止まるんですか。え、あ、なんか不穏な音が。危ないってどういうこと。何か知ってるの。ここはおもちゃの世界さ。あんたこんなところに迷い込んでどうしたんだい。早く出て行かないと人間じゃなくなっちまうよ。やっぱそうなんだ。やっぱりそうなのか。おもちゃの世界、人間じゃなくなる。家で足が一瞬だけ変になって歩けなくなったのはおもちゃの世界に迷い込んだし。じゃあ、あのクマたちもやっぱりお父さんとお母さんなんだ。あ、いや、やっぱそうなのかな。これだって、だよね、シロはなりかけちゃってるってことだもんね、こっちの世界にいて。え、じゃあこのブリキの兵隊の人たちもなってるってことだこれ。
ということは襲ってきたのは俺を狙っていたんだな。でもそっか、ルカちゃんのことを襲おうとしてたから助けたって感じなのかな。あーそういうことか。それはあるかも。なるほどな、うん、あーほらほらほら、ルカを守るために。シロ、あのお願い、もう一つ増やしてもいいですか。いいよ、池から出して温めてくれたからね。なんでもいい。ほんとおばさんっぽいねこれね。マーチであのクマを家まで送ってあげてください。名前は星野。いいよ、星野さんちだね。分かったかい、みんな。あー、おっと、おい、迷子が偉そうに言うな。あ、いっぱい出てきた。任せてください、お嬢さん。いいね。クマ改め星野夫妻を安全に家まで送り届けるであります。いっぱいいる。ありがとう。おお、おお、いいねいいね。ああ、あそこに、そこにカスタネットだけ自我を持っている。へえへえ、いいね。パパママ。おお、かわいい。どうなってんだこれは。ああ、回り始めた。かわいい、かわいいな。パパとママが回り始めた。これそっか、あれルカを探して家に連れ帰ろうとしてたのかな、うん、ああね、そういうことだね。じゃあ、うん、はいはいはい。まあ確かにそんなんだったら躍起になってね、ちょっと暴れというか、うん、なんか危ない感じにも見えちゃうかもしれないな。確かに。ルカ大丈夫か。表情細かい。うん、お母さんとお父さんは見つかったんだし。でもまだわからないことがあるよね。お母さんとお父さんはここにいた。じゃあどうしてお兄ちゃんだけ行方不明になってるの。きっとさっき見た夢が現実なんだ。お兄ちゃんは行方不明なんかになってない。元の世界に帰ればきっとお兄ちゃんがいる。そうだよね。はあ、帰るぞ。俺たち二人で。あ、なんだい。ああ、トラだ。おお、かわいいね。耳のめっちゃかわいいな、鈴。いいね。いや、でもあの鈴が、あ、ねえねえ、それ、うん、あの鈴絶対になんか重要アイテムだよな。ねえ、お兄ちゃんとつなぐ唯一のものだし。うん、だって探してたって言ってたし。うん、ちょっとツイッター、じゃあ、じゃあトイッターしよう。トイッター私のつぶやき誰にも見えてないみたい。一回あれ録画し直してもいい。ああ、いいよいいよ。そう、長くなりすぎるとあれだから。あ、そうだね、重くなっちゃったりするから、うん、いい。じゃあやるか。やりますか、うん、ここが開いたんだよね。そうね、うん、これ、あ、まあ、矢印ついてるから。ああ、そっか、こっち行けばいいのか。おっと、星野夫妻はお家に返しましたであります。ナイス。ナイス。これ左、左、あ、あ、え、左右行けるの。こっちお家でしょ、多分。あれかな。さっきの猫。え、あ、さっきの猫を追いかけなきゃいけないのか。ああ、そういうことか、そういうことか。え、だって、え、あれ、でも、あれ、上塞がってるけど。あ、あいつに話しかけんじゃないか。ああ、そういうことか。行っちゃった。イベントか。待って、ちょっと何するの？またかないでちょっと。ルカ、落ち着け。どうした？あの猫、何か伝えようとしている気がするの。ついてこいって言ってる気がする。帰り道を知ってるのかも。でも今はここを通れない。慌てたらダメだ。公園も出られるようになったんだ。他に行けそうな場所を調べよう。焦らない、焦らないか。オッケーオッケー。あなたたちそんなにおままごとで遊びたいの？紅茶をくれたら遊んであげてもいいわよ。おままごとは別に。でも言うこと聞いたら通してくれるかな。試してみるか。そういえばこの公園自動販売機あったよね。行ってみよう。あ、これで紅茶買いに
お金くれイエーイなるのかイエイエイ声が足りないよ声が。ジュエンたちは学校に肝試しに行くって言ってたぞ。学校とコンサート。コンサートを聞きに行ったまま帰ってこないんだよな。うん、であと10円がどこにあるかって話。そうね。え、これでこっち行けばいいのかかな。ああそうだ、家に靴取りに行きたいんだけどいい？靴下で出てきちゃったから。あ、そっか。あ、わかった。でもシロ君は裸足のままね、それ。あ、オッケーオッケー。汚れてた靴下も揃え変えたし、これでよし。ねえ、気になってたんだけど裸足で寒くないの？お父さんの靴貸そうか。いや、大丈夫だ。うわぁ、元ぬいぐるみっぺそう？大丈夫ならいいけど、裸足にこだわりでもあるのかな。あ、動けるわ。お、動けるね。いるかな。うん。あれ？あ、え、部屋に、いや、なんか飛んでるし。本物のキッチンだ。僕らはママごとセット。はあ、ははあ。たまたまネギネギ。僕カリフラワー。焼くとうまいよ。いやカリフラワー大好き。おお開けられた。あれ？おお、あれ？なんかちゃんと冷えてる。あれ？さっきまで行けなかったよねこれ。うん。なんかそこに見えない壁が。うわ。入ってます。何だそれ。何が入ってた今、うん、じゃがいもかな。冷めたコーヒーが入ったままだ。うん、あ、もしかしてお母さんもお父さんもベッドに。はっ多分お父さんの字なんだけど字が荒れてて読めないんだよね。警察電話って書いてあるんじゃないか。その下は数字だと思う。はあ、本当だ。近くの警察署のかな。ちょっとこの番号にかけてみる。うん。ダメだ。県外でつながらないや。まだ調べてないところはある。他は当たろう。うん。なるほど。なるほどに。電源はついてるけどどこにもつながらない。まあ、電気ついてるしな。あ、うん、電気は来てるんだな。それだけわかってもな。電話かけられないんじゃ意味ないよ。でも携帯の充電はできる。そっか、今できるのはトイッターだけだもんね携帯の充電だんだん減ってきたけど、心配はひとまずクリアで、むしろラッキー。ああ、ラッキーだ。あ、これは同じか。何これ。同じだね。リンゴ日向ぼっかしてるな。そっか。あ、三男とかベリア。あ、三男とかベリア。あれ、これお兄ちゃんのことなんだ。1週間も前から行方不明になってるみたいなんだけど、私は昨日もお兄ちゃんと一緒に朝ごはん食べたの覚えてる。なんかすごい違ったけど、まあいいか。覚えてるのにもしかしたらこれがルカのお兄ちゃんがおもちゃの世界に来てない証拠なのかもしれないな。あー、どういうこと。さっきルカが言ってた、夢で見た方が現実って話のことだ。ルカの両親はクマになっていたが、ルカのお兄ちゃんが行方不明になっているのはおもちゃの世界に迷い込まなかったからだ。はへー。あ、そっか、そうなるんか。なるほど。じゃあやっぱりお兄ちゃんは元の世界で無事なんだ。よかった。もしもの話だから何の保証もない。すまない。そうかもって考えたら元気出てきたよ。ありがとう。ならよかった。誰この会話ほっこり。わかるよ。あ、なに、もう一度新聞を読むって。え、二回読むの。あ、これか。はい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 。あ、はいはい、二度読み。二度読みね。そういうことね、二度読み、うん、テレビ何も映らないね。電波が来てないのかもな。あ、電気は来てるけど電波が来てない。うん、まあだからそうね。携帯も県外みたいだし、できるのはトイッターだけか。県外でツイートでできるか。できん。あっちも書き込めるだけでみんなに見えてないみたいだけど。書き込めるだけマシだな。そうだね。オッケー。なんかほんわかした会話で癒されるね。癒される。あ、
白入ってこないんだ。あ、本当だ本当だ。紳士紳士、お前は一人にすると心配だからな、ガチャって。えびっくりしたびっくりした、一緒に入るかと。変な音がするのよね、あの扉の向こうからよ。え、ちょやめてよ、なんか嫌な気が。ねえ、私どこもイルカになってないよね。うん、ちょっと一回セーブしに行きましょう。そうね、一回あのね、あのお風呂に入る前にトイッターするっていうのが日課だからね。分かる分かる。おー、いる、びっくりした。はいはいはい、これはなんか変な世界に来ちゃいました。おもちゃが勝手に動いてる。これ向こうに戻った瞬間全部一斉送信されないよね。大丈夫かな、おかしくなったと思われる。ご両親ならこの部屋で お昼寝中であります。おー、ちょっと入るか。あ、お母さんたち今は休ませてあげよう。とりあえず部屋を。そうだね。お、この部屋懐かしい匂いがする。いやー、兄貴って七尾くんのことでは。あもうなんですかね。懐かしい匂い、ここお兄ちゃんの部屋だよ。まさか来たことあるの。ない、どうしてだろうな。でもすごく知ってる匂いな気がする。おもしかしてシロが私の顔と名前を知ってたのと同じことが起きてるのかな。シロの記憶喪失の理由が分かったりして。それかお兄ちゃんの部屋の匂いがシロのおばあちゃん家の匂いと似てるのかも。あーアルトクラリネット、ベッドだった場所が物置、空っぽのゴミ箱、変わってなさそうだね、特に。そうだね、ああそうだ、トイッターできるしネットなら繋がってるかも。助けを呼べるかもな。いつもは勝手に触ったら怒られちゃうんだけど、今は仕方ないよね、緊急事態だもん。そうだな。よし、ポチ。あれ、電源ついた？電気通ってるしな。いや、画面は暗いままだな。ポチポチ。ダメだ、何度試しても電源つかないや。これじゃネット使えないね。ここは諦めた方が良さそうだな。うん。いやでも結構細かい会話があるな。ねえ。ポチポチが可愛いなんか。ね、ポチ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 。じゃあ部屋のドアが開いてるからな、とりあえずまずトイレ行って、うん、入ってこないの確認して、うん、紳士だって分かって、うん、じゃあ、あれ、え、何あれ、なんだ、知らないのがある、ちょっと待ってね、周りをとりあえず調べ、ゴミ箱片付けるのはあと学校のカバン、うんうん、部屋もよく晴れてるね。こいつは襲ってこないな。動いてる子たちとは何かが違うのかな。何が違うんだろう。なんだろうね。ちょっと一回トイッターするわ。もうこまめな。こまめなトイッターが。あ、見えてる人いたら助けてください。いっぱい呼びかけて。変わった今。変わったね。うん。これなんだ。ちょっとまず先に。あ、うん。この鏡怪しいかも。うん、変わったところはないみたい。下に出てきたからシロが言ったのかと思った。ねえ、そう思った。これじゃあ。なんだこれ。この本でっかい。あ、本かこれ。本棚から落ちてきたのかな。やば。あれ、こんな本見たことないな。私のじゃないんだ。え？え？あ、終わり？なんだ、絶対何かあると思ったのに。うん、僕もなんかあると思ったんだけど。ねえ。本棚から落ちて巨大化した。うん。うん、ああ兵隊。ご両親は寝室にいるであります。そうだったんですね。ご安心くださいであります。はい、いやー、はい、そして BGM が嫌だな。いやー怖いなー、何があんだこれ。来ますか。ええなんか閉まってる。せーの、あ、おお、なんだ、え、なにこれ、こんなところにオルゴールが。おお、あ、コンサート、コンサートにちょうどいい場所なのよ。あなたも歌を聴きに来たの。ちょっともうちょっとちゃんと丁寧にやろう。
悪いけど今ネジがダメになってるみたいでうまく歌えないの。ごめんなさいね。どこかに新しいネジないかしら。なるほど、うん、なんだ怖くなかった。今エコーかけた。え、かけてないよ。まあ、かけないよね。今なんか一瞬エコーがかかったかのような感じに聞こえた。びっくりした。 ありがとう。なら。ネジネジネジ。ちょっとあのこのさ、うん、あの兵隊をさ、しばき倒してさ。ネジを。ネジくれ。背中からブチって。外は出れない感じか。ちょっと待ってね。でも他全部行ったよね。行ったね。なんかでもお兄ちゃんの部屋が一番ありそうじゃない、ネジっぽそうなもの。あー、確かに。あれ？でもなんか。でも調べたよ。あー、ね、調べたよね。ゴミ箱に落ちてたりして。あー、でも空っぽだったよ。あ、空っぽか。それ、こっちにある、この片付けネジ。いや、そんなことない。なんだこれ、関係ないもんな。じゃあ一回外出るか。ネジなんて出ようか。出れる。ああ、行ける、ね、ああ、出れるんだ。学校へ行けるわ。あ、学校行く。行くか。学校行こうか。もうトイッターしたから何も怖くない。いや、トイッター。あ、しかも目の前に。あ、これだ、すげえ。いいね。トイッター。なんだ。え、何。お腹も全然少ない。え、そうなんだ。お腹少ないんだ。うぃ、こんなところに黒板あるか。不思議な世界だ、本当にね。いや、でもなんかこういう明るいパートは全然怖くない。ねえ、ルカ、この教室何かが隠れてる気配がする。え、なんか机の引き出しの中とかに。そうね、ちょっと全部見えちゃう。え、何これ。ああ、これあれか、教団か。びっくりした、なんか出っ張ってる感じですか。おー、びっくりした。びっくりした。あ、来た来た来た。10。え、これのことかな。あー、見つかっちゃった。もうここには何も隠れていないな。あー、そうなんだ。なんか3回目で見つけちゃったよ。え、すげえ。一応全部触っとくか。うん、なんかチャリンチャリンチャリン。シロ君も何もないって言ってるからいいんじゃない。うん、いいか。さよなら。さよなら。うわあ、なにこれなにこれ。ドラゴンがいるけど、クマよりよっぽど怖いけど。うん、フィギュアのドラゴン。あれ、2枚。あ、そういうことか。はいはいはい。うん、よろしく。あ、僕。うん。10円コインが教室でかくれんぼするって言ってたよ。2枚とも隠れてるみたいだけど、鬼は誰がやるんだ。確かに。確かに。私たちか。確かに。ここは隠れてる気配しないのかな。しないっぽい、ね。うわ、何これ。あ、なんかいる。金魚鉢。金魚だ、かわいい。およ。まさか食べたいのかな。あ、猫か。ね、猫でしょう。猫か、そうだよ、耳的にそうだよ。ね、うん、猫だからなんか魚が。チェス盤の上に亀現る。駒たちの反応は。ああ、おもちゃの世界ならではのニュースだね。確かに。おー、オッケーオッケー。おー、来た来た。ルカ、この教室何かが隠れてる気配がする。いや、多分ね、今度真ん中あたりだと思うんだよな。一発で当てる。いや、無理だよ、もう一発じゃない。全然一発じゃない。さっきが奇跡だった。え、あー、どこだどこだ。正面からじゃないといけないみたいな、そんなことないか。あ、そういうこと。もしか教団にあるとか、あえての。え、なんかチョークのあのさ、引き出しみたいなときに。あ、後ろのあれはこれ、あの後ろのあれ。おー、いた。おー、いた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 。肝試しと暗い隅っこ、超スリル。なにこれ。はい、あのあれ、575。あ、なるほど。肝試し、橋の隅っこ、超スリル。あー、いいいい線流。もうここには何も隠れていないな。オッケーオッケーオッケー。でこれでまあ20円取れたから、うん、あとあのネジがあれば100円もらえるのかな。そうね、ネジだ。うん。おお、何。お、うん。わかる？洗車したてなんだ。真っ赤なミニカー、いいカスでしょ。やべえ、こいつら絶対マウント取り合うよ。確かに。
音掃除用具、掃除用具か。まあないだろうな、ここには。まあそうだね。まあでも見つけたいものは見つけきっちゃったし。ん、積み木村、積み木村なんだ。お、この先は積み木村じゃが、無理、積み木村ってじゃん。積み木村じゃが、お前さんたち大きすぎて通してやれんの。ごめんの。かわいいね、おじいちゃんね。怖いの。これちっちゃくならなきゃいけない、もしかして。そうね、なんか小さくなるあれあんのかな。ミニマム、ミニマム、ミニ、なんだっけ、スモールライト。足がイルカみたいな形になったけど今は平気。それ今つぶやくんだ。今つぶやく。え、あ、え、あ、カメってもしかしてここにいたりするの。あ、いる。ほんとだ、カメいるわ。何すんだこれ。スカイタートル。コインを探してるの？長老なら知ってるかな？タートルショックで遊んでくれたら会えるよ。タートルショック？タートルショックはレベル1とレベル2があるよ。クリアすると豪華商品がもらえるかも。挑戦する？いや、ちょっと一回まず探索しよう。ね、そうね。なんか、ちょっと。タートルショックって何？なんだろう。我らの鉄板に、カメたちが。完全に今かぶってた。いいね。かぶっちゃった。カメだらけだそうな。うん。うん。いいよ。あいつらって飛ぶんだね。飛ぶの？チェスできないし、かけっこで遊ぼっか。このグダグダ感。うん。いいね。このコラボ、コラボ感。キャーン！キャーン！キャーン！あれがカメか。母ちゃん。これ一人一人かなんか。金のレアカメちょっとそそられるわよね。え、金のレアカメなんているの？え、うん、あいつら結構スピードあんのな。見た？カメのあの動き。これってそう、あの看板効果って言うんだって。へ、うん、あ、なるほどね。あそこの壁にお歌が書いてあるんだって。うん、多分チェスの歌だと思うよ。これ体育館かだね。なんでっけえのが中央にあんのか。ね、俺カメなんて初めて見たよ。俺カメ初めて見た。同じこと言ってる。あのカメたち何しに来たんだろうね。いいな、体育館なんか懐かしく感じる。ねえ、カメが攻めてくるなんて。ダメだ、もうおしまいだ。おしまいだ。ごきげんよう、ポンちゃんたち。え？え？キャン、ナイト様。ナイト様、今日も凛々しい役かわ。うるわしいわ。おかましかいない。ナイト様、キャン。なんかあの花沢さんみたいな。いっそ。悪いけど今日はチェスできないよ。うんうん。あのカメたち面白いのね。チェスにカメが出られないルールはないぞ。わしは認めんがな。わしだった一人称。じゃあここの上ね、これなんだろう、劇やってんのかな、ね、近くの公園にね、景色の良い丘があるらしいの。ここから見る景色より素敵なのかしら。カメ、うん、カメの景色が見える。ここは今チェスゴマたちに大人気のデートスポットさ。なるほど、ここ。あ、そういうこと。うん。あ、お姉ちゃんたちどこから上がってきたの？ああ、あっちの階段か。これ上手と下手には入れなかったり。あ、こ、あ、いけないわ。上手にも入れない。え、じゃあタートルショック？あ、ね、タートルショック。これ、え、真ん中の方。話しかけられないか。あ、話しかけられない。手前のこいつだけか。はい、やってみますか、じゃあ。やるか。はい。はいはい、行きましょう。やります。